Welcome, welcome everyone. I'm Hiro Ushio, the Comfort Ninja Hero Galaxy Slime. Today we shall be playing an amazing game, so sit back, relax, and enjoy the show. There she is! Now we finally see Anna. Anna! Bye, Betty. ええ。辛いけど耐えないと。パイベリーはおとなしくしてたのよね。特に何もなかったよ。教皇はさっき帰ったから、もう安心して。でも、どうして教皇が堕落村まで。いや、それよりパイベリー、もうここに来ちゃいけないわ。 あのね、パイベリー、よかったらしばらく私があなたの家で過ごしてもいい？ Yes, please. ミイロなら常に私の心の中にいるわ。今はパイベリーの安全が優先よ。私がここにいなくても、 この家と思い出はここに残るから、心配しなくてもいいわ。やったー！うんざりするララク地域とも、もうおさらばだ。よーし、それじゃベッドから大きくしなきゃ。ブラックジョン、すぐに準備して。いえ、僕がすか？使えそうな木でも集めてきてよ。ちえ、面倒なことになったな。でも、 二度とここに来なくていいなら協力するっすよ。ベッドはなくても大丈夫よ。数日気持ちの整理をしてからそっちに行くわ。すっごく嬉しい。アンナと一緒に暮らせるなんて。これでもう寂しくないわ。私も今からドキドキしてるの。 I don't know how we forgot this. Tej, thank you so much for the hydrate. How you been, Big Tej? This is a good thing. Because she needs a motherly figure. She can provide one. And at the same time, even though, Pieberry will never replace her daughter, they will make each other happy in the long run, you know? Big Tej, hi, thought I'd stop by before going to sleep. Oh, I hope you get some really good sleep, Big Tej, but thank you so much for stopping by. I appreciate you, buddy. Yeah, let me give you a shout out very quick. Gotta do this one handed. There we go. Aha! You got this, man. That's right, that's Big Tej, everybody. Give him some love. It says you were last playing no game, but that's okay, man. It's okay. You play with us. Alright, let's go see that village. Human disguise! Aha! Now we are an adorable human girl. They will never suspect us. Let's see. She's gotta be over here, right?武器の手入れがいつもより丁寧にできている。普段からこうだったらいいのに、教皇様がいらっしゃる時に限らないでさ。リビア！あ、あんた、指揮官の記章を渡して。うん、それを私に来たんだよ。リビア、その子は誰？どうしてリビアの指揮官の記章を持ってるの？あ、大したことじゃないの。
指揮官の記帳を見たいって言うから渡したら返してくれなくて。ケイトこそ有志学校になんのよ。調査が必要だから。村に魔女の協力者がいるって聞いたの。こんなに頻繁に魔女が現れてるのに全然捕まらなくてね。でもあんた魔女とよく会ったんでしょ。なのになんで何の情報もないの。会ったのは私だけじゃないし、他の勇士たちも同じなんだから。本当にそうかな。あんたたちの能力がないんじゃなくて。ふざけないでケイト。辺境の村で調査員に任命されただけのくせに。ふん、王宮の下っ端が偉そうに。私は冷静さと知性を高く評価されて教皇様に選ばれた幹部よ。成果も全くない勇士の端くれのお嬢ちゃんとは次元が違うの。分かった？あんた、ほんと妄想がひどいのね。どうしてそうなっちゃったの？ケイト、一線は越えないでよ。はいはい。そこのあんた、バベリア町から来たの？うん。どの家紋の子？私は。ケイト、いい加減にして。あんたがバベリアの市民まで追求する資格はない。この切り札は今度出そうと思ったのに。生意気すぎてダメね。ケイト、あんたが教皇様から授かった魔力杯で何をするつもりか分かってるのよ。何言ってるの。私みたいな上級指揮官が有志学校の基礎教育を担当しにここに来たと思う？遠回しに言わないで、とっとと結論を言って。正直に言いなさいケイト。教皇様から授かった魔力杯、その中に教皇様の魔力以外のものも入れたでしょ。どう？このまま調査団を呼ぼうか？怖い顔しないでよ。お互いに力を合わせて魔女を倒そうって時に私がちょっと冷たかったよね。一緒に散歩でもしない？わかりやすいね。でもまあ散歩も悪くないか。私が神経質すぎたわ。謝りたいんだけど、静かな堕落鉱山に行かない？ええ、お好きにどうぞ。それからリビア、一人で来た方がいいわ。そうじゃないと何も起こらないから。堕落鉱山？何を企んでるのかな。ついにあいつが隠してきたカードを切るタイミングか。よし、作戦を始めよう。リビア、大丈夫かな？すごく嫌な予感がする。ヘタレ勇士！頼むよ、白い魔女。ケイトを止めてくれ。え、どうして私に気づいたの？すぐ分かったけど、悪いけど、会話を盗み聞きしたんだ。このままじゃ、ケイトは大問題を起こしちまうよ。ケイトは、堕落鉱山に行ったはずだ。そこで、熱い鉄扉を探してくれ。あ、そこは、悪霊の封印石がある場所だけど。そう。ケイトの悪事が始まった場所でもあるんだ。でも、あんたはケイトの部下じゃなかった？お前の言う通り、勇気を出しただけさ。ああ、かっこいいよ。頼むから、ケイトを止めてくれ。村のためにも、そして、ケイトのためにも。うん。You know, I wouldn't have trusted that information. It's like, hey, follow me to this dark cave and come alone. I'd be like, hell no. Seems like something big is going to happen between Olivia and Kate. Alfredo asked me a favor. I need to go after Kate. This be true. I only got one more celery stick. Ugh. They're so good. But I need to hold myself back on them. I go this way.
actually no. This way, head to the entrance. Red Wolf, thank you so much for the stretch, buddy. I need to do that right now. Ah. Got one, two, three. Oh my god, my headphones almost fell. Okay. Alright, we did. Alright, so this way, I think, is where we go. I knew it! She was gonna do evil! Well, damn.悪霊は応急融資でも迂闊に手を出せない存在。私しか解決できないのよ。私は村の中心になる。みんなに私を必要とさせるのは情けない理由ね。悪霊はどうやって扱えるようになったの？いい質問だよ。この素晴らしさを隠すのが大変だったんだから。ここで盗賊団を追いかけていた途中、悪霊が私に囁いたの。 自分たちの居場所を作ってくれたら力を貸すって。私の体を媒介に使わせてくれってね。もちろん私はそんな誘惑なんかに引っかからなかったわ。でも急にいいアイデアが浮かんだの。それは教皇様の魔力杯、この中に悪霊を入れておけばいいのよ。私は自分の体を守りながら悪霊を自由に扱える力を手に入れたのよ。 どう？本当にすごいでしょ。へえ、アルフレッドの話が本当だったとはね。あ、あんた知ってたの？魔力杯のことに触れると過剰に反応するから何かあるとは思ってたけど、そのまさかだったわ。このなまいきな。そこまでだ。 強気だと思ったけど、下級応急融資を連れてきたわけ？防御体制に切り替えて。この間の悪霊事件により強行場からコンマ石の盾を支給された。本来は闇の融資を相手するために作られた装備よ。それなら悪霊よ、 リビアに集中攻撃を。トリア！アルフレッド、何をするのよ。ケイト、もうやめてくれ。あんたは役に立たないくせに邪魔まで殺されたいの？頼むからやめてくれ。ケイト、悪いことはもうやめるんだ。ああ、もうこの間より 強い悪霊だ。このままじゃアルフレッドが本当に死んじゃうかも。やめて、ケイト。バイベリー、あんたリビアとグルだったの？私はアルフレッドを助けに来たの。アルフレッド、私に任せて。あんたは下がってて。全員聞け。現在の危険要素は魔女ではなく 応急融資を攻撃する反逆者ケイトだ。みんな防御体制に集中。黒い魔力を徹底して排除せよ。All right, here we go. 応急融資の剣術見せてあげる。 Oh shit, we're actually using her. This is cool. All right, let's see. We need small ones first. Special skill, magic. Ooh. Sa,
We need some of my pets. Special skill. どれどれ? Those are some hell of a demons. So we got fire demons and we got demon of greed. Damn, why is that not an instant KO? That was pretty cool. God damn. どれどれ? All right, now we get to see what Dwarf Thor does. Let's go. Good job. Alright, one more demon to go. Alright, we now have a critical attack, which means Aura Arrow is coming up. Arrow! Yeah, one shot! として無事に済むと思ってるの?私は教皇様の監視役よ。まだわからない?私が教皇様直々のお目付け役なのよ。奈落有志学校に派遣された理由はあんたを監視するためだったの。どういうことよ。ここに有志学校を建てたのは村を監視するため。 監視対象には当然あんたも含まれてるのよ。指揮官である私が見習い勇士たちに剣術の基礎を教えるためにここまで来るはずないでしょ。あんたたちだって許されると思ってんの？魔女と勇士が手を組んで戦うのをこの目でしっかり見たのよ。教皇様に言いつけてやる。ここにいた勇士たち全員魔女と来るだって。ちょっとアルフレッド、 あんたは私のために証言してくれるわよね。ねえ、ケイト、これは間違ってると思う。アルフレッド、何言ってるのよ。私たちは友達でしょ。俺はお前に優しくなってほしい。アルフレッド、この使えないクズ、もういいわ。私が全部通報してやる。 あんたたち全員終わりよ。あんたは王宮有志を殺そうとした反逆者に過ぎない。そしてここにいる全員がその証人よ。あんたの言葉を信じてくれる人は誰もいない。そして何より邪悪な力に染まったあんたの魔力杯が確かな証拠になるの。リビア、お願い。あんたの部下になるから。 魔力杯だけは目をつぶって。私、魔力杯がないと悪霊に食べられちゃうかもしれないの。さあ、早く連行して。リビア、リビア、リビア、本当に大丈夫？ケイトが教皇の前で黙ってるかな。関係ないよ。ケイトが教皇城に到着する前に 先に報告するから。私たちはケイトに攻撃されて、彼女が召喚した悪霊を相手している間に魔女を逃したってね。そうすればケイトは魔女狩りを妨害した罪まで問われるはずよ。そして何よりあんたは私たちじゃなくてアルフレッドを助けたんでしょ。まあ、それはそうだね。任務は終わったから撤収する。
あんたは少なくとも悪い魔女じゃなさそうね。あFighting alongside a warrior. やはり人間は危険っす。あいつらは魔力がなくてもそれに近い能力を持ってるっすから。そうだね。小さケイトがどうしてエイムハードのネックレスを狙ったのかやっとわかったっすね。うん。だんだん魔力杯に込めた悪霊を扱いきれなくなってきたんだと思う。お気づきでしたか。魔力杯なんかで黒い魔力の悪霊を統制するのは無理っすからね。そういえば悪霊がさらに大きくなってた。まるで魔力杯の中で育ったみたいに。だからケイトはすごく焦ってたんだろうね。でも悪霊を諦めたくはなかっただろうし。最初から悪霊が彼女の魔力杯に支配されるふりをしていたのかもしれないっす。ゆっくり彼女の体を支配するために。悪霊がそんな演技を。黒い魔力は相手の欲望を読み取り誘惑する力があるっす。十分ありえる話っすよ。大事になる前に僕たちがケイトを救ったとも言えるっすね。そうかな。最後にケイトが悪霊が自分を支配したって言ってたよね。あ、そうだ、指揮官の起床を返すのまた忘れちゃった。もうすぐリビアの進級審査なのに。ああ、もう捨てたらどうすか。勝手に持って行ってくれますよ。約束は守らなきゃ。リビアはアンナを苦しめた悪いケイトを追い払ってくれたから。 You know what? Yeah, this is true, true. We gotta be good friends. So, Kate dealt with all those evil demons on her own, and I wouldn't want to get on her bad side. I wasn't able to return the commander's insignia to Livia this time. I heard she's about to be promoted. I need to hurry. But this is a good time to save as well. Yeah. Oh. Nyatos! Thank you so much for the sub! Bam! Yo, the return of WitchSpring R? You know it, Nyatos! We have actually been playing this game, this is the third time we're playing it. So, not the third time, this is the first playthrough, but this is part three. And we have gotten, like, so caught up with a lot of the collaborations we've been doing that we haven't really been doing a lot of our own solo stuff for a while. So, we're trying to get back into, like, WitchSpring R, Trails of Cold Steel 2, Tactics Ogre as well. There's a lot of stuff we gotta do. Revan says, I heard Nyatos! Hello, Nyatos! Revan missed you. They want to give you hugs. That's like the kind of energy you give when like you want to give somebody a hug. Like, Nyatos, there you are! Hug! Hug, brother. So, Chapter 3, Bondage and Freedom. I should have probably made that the title. Bondage and Freedom. Well, it ain't too late. Hold on. I'll put that down at least in the notebook. Hello, Revan. Big hug. A big freaking bear hug is what he gives. Alright, let me make sure I put this in the notebook very quick, guys. Paste. Stop your demons. Hit me. Fight me. Give me a hug. There. Bondage and Freedom. Perfect. Did somebody say a hug? I got you. Hold on. I got you guys. We got all kinds of hugs. We got normal hugs, but we also got bestie hugs. You know? Because, like, bestie hugs are good hugs. Ta-ta-ta-ta! Hugs for everybody! Look at that! Om nom, nom 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 nom. There, Nyatos. Let me give you a shout out very quick. There you are. Bam! The shout-out! Let us see what you've been playing! It says you were playing Lethal Company. And what clip did we get? Look, there I am! There's Icarus! There's Revan! B-
Bro, I want that pizza. Did you die? Not the pizza scene. No, yes, the pizza scene. You were eating pizza while we were playing. Oh wait, actually you died when that happened, huh? This part is where the ghost throws things at Naito's as he eats. Oh, okay, that makes sense. He's over here enjoying pizza and we're over here like trying to like figure out where the ghost is. I fucking love that. Honestly, like, you look so happy eating that pizza. Like, you made it look so delicious that I want a slice of pizza. I haven't had pizza in forever. But I am going to have a chicken salad tomorrow. So, I'm eating healthy. I'm trying to eat healthy. I'm trying to survive for a very long time, guys. Nitrous is like, nah, I lived. I thought it was a dead teammate, but it was the ghost throwing me coffee. Then, like, drink some coffee with that pizza. Enjoy. And, you know, have a good time. Oh, I love that. Alright, let me see what I could do. We got one power up. Let's see, what should we train? We need more magic training, I believe. Gives us a little bit of everything. Kinda like this. But I don't know how to do this one. So let me practice. So what do I do? Okay. So I guess I just match the... Okay. Gotcha. Strawberry pies. Alright, we got it. So that's how we do lots of MP and a little magic. Balanced MP and magic. Balanced magic training, which would also be pretty good. All about magic, and this is all about MP. I kind of feel like I want to get that 500 though. Alright, how do we do this one? Hold on. We did it. Okay, so let's try this one. You know, we need more. We need mana. That's what we need. A lot of mana. Let's see if we do it. Yes, balance. Balance is key, yes. Ooh! Alright, we got a lot of MP now. We have 500, everybody. You had prime rib? Hold on. Like, nah, let's see. I had prime rib tonight. Twas good. See, I think the ghost threw you coffee and be like, drink coffee, totally. Oh, right, Naito's. Excited for those Destiny 2 episodes? I am excited for us to have Maya Sundarish as a villain. Also, Reverend Care to help me finish the fight. Yeah, and it is the final fight. So, I heard that, like, this is going to be the last of Destiny 2, right? Like, they're finishing it up? Because I've started to see a lot of cutscenes that are being shown on TikTok lately. So what's going on there? Is that what's going on? Like, this is like the final battle? Tell me. Let's see, Naito says, nah, they went from the seasonal model to an episodic mode.
Oh, okay, okay. Sounds good, sounds good. Let's see. So we need to go back to her. Let's teleport. They finished the Light and Dark Saga that has been a story that's spanned 10 years. God damn. And now, as the adorable little girl, we will never be found out. What are you doing here? Olivia caught a traitor. Isn't that worth a lot more credit than grabbing a witch? I'm not really going to fall behind Olivia, am I? Nah, I refuse to lose to a lowly swordplay instructor. Damn, he's so mean. What did this guy say? Did you hear the news? Olivia and her guys are going to get a whole lot of credit. Right, apparently they took down a really bad lady who misused power the Pope gave her. We need to meet up with her so we can share the credit. Right. What do these guys say? Ha! Good to see Kate finally get her comeuppance. しに来たの。あ、指揮官の起床は改装と思って。もういいわ。進級審査は終わったから。私は今年も有志学校担当よ。そうなの？じゃあこの起床は？いらない。新しいのをもらったから。一段階高騰した訓練官の起床だけど。 あんたのせいじゃないよ。ケイトと戦った時、すでに進級審査が始まってたから。正確にはケイトのせいね。リビア。ジャスティス。お客様か。あ、うん。バベリア町から遊びに来た貴族の子よ。ちょっとお世話してたの。 そうなのか。それより、どうしたの？ケイトの事件を聞いてきたんだ。お前の様子を確認しに。本当に？私のため？まあ、その様子ならわざわざ来なくてもよかったようだな。<笑>当然でしょ。私は強いから心配しないでよ。ところで、魔女がケイトを攻撃した理由は何だ？心当たりはあるか？ ねえ、ジャスティス。魔女が危険じゃないこともあるかな。リビア、まだ整理がついてないのか。実は私、今まで悪い魔女を見たことがないの。だから魔女を切るのが辛かったのよ。最近はうまく戦えていると思っていたが、相変わらずだな、リビア。俺たちは魔女を倒す勇士だ。 それ以外に理由はいらない。ちょっと、そこの金髪さん！ お？ 悪い魔女を見たことないのに、どうして魔女をけなすの？ 温室育ちの子供だな。確かに、魔女のほとんどは俺たちが倒したから、お前のような子供は魔女を見たことがないだろう。魔女がかわいそうでしょ！ 魔女も人間みたいに話せるし、感情もあるんだから。 ねえ、落ち着いて。 それがどうした？はあ、ムカつく！この頑固者！俺はもう帰るぞ、リビア。何よ！言いたいことだけ言って帰っちゃうなんて！元々はあんなに冷たい奴じゃなかったのに。ふっ！嫌な奴だね！あいつは感情とかないの？言ったでしょ？ジャスティスは魔女に父親を殺されたって。いや、
あんたも勇士に親を殺されたんだから分かってくれとは言えないか。当然だよ。もう行くよ。早く良くなるといいね。はあ、魔女と勇士の仲裁までするなんて何やってんだか本当に。あの金髪の勇士本当に嫌なやつだね。あれ？場所だけど勇士たちがいない場所に向かってる。怪しい。ご主人様について何か調べようとしてるのかもしれないっす。ついて行ってみよう。絶対に逃がさないぞ。気をつけた方がいいよ。疲れ。準備できたよ。どれどれ。敵を囲い込んで。魔女狩りだ。Done, good. 魔女狩りだ。Damn, I did mute myself. So yes, I did goof. That, I definitely did goof. What did I do? What did I do? How did that happen? Yeah, ever since the cutscene, that tends to happen because I don't want my mic to pick up like my AC. So I'll mute myself so the cutscene can go in clearly. Damn. You unmuted yourself to cough? I did? Yeah, I did. I was clearing my throat. I don't think I coughed. Yeah, that's what happened. Ooh, there's a lot of guys over here too. Maybe they're this way.
should be... Omaera, hayaku mi o yokose tte itta daro. Achi ike! Ore tachi ga yaken o oi haratte atsumeta mi nan da! Mechakucha kurou shita nda zo! They say as the dogs are behind them. Omaera, enmaku dan o tsukatta daro? Ihou buki o motte te kusui ni. Iya nara kono ba de taiho shite yarou ka? そんな野犬が仲間を連れてきた。お前たちのせいだぞ。早く身を拾って逃げなきゃいけなかったんだ。だから、おとなしく身を差し出せばよかったんだ。生意気なガキどもめ。せいぜい頑張れよ。行っちゃうの?さっき、あっち行けって言ったのはどこの誰だっけ? クズだな。 ジャスティス様! Roderick, thank you so much for the raid. Welcome everyone. I am here, Ushio, your comfort hero for this evening. We are currently playing WitchSpring R, having a good time watching this guy just suck the hell out of his subordinates for being scum. Yeah, they were trying to rob kids of their berries, and they were to leave them to like the wolves. You know what I mean? It's very sad. It's very bad. You know, like, hey ho, says the Roderick. We have he hoed. Lance, hi! Welcome to the chat! Thanks for the stream. Had fun. Aww. Let's see, let me give you guys some hero sandwiches very quick, because all raiders that come over here get a delicious hero sandwich. Yes, yes, even you. Yes, 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 even you. And you, yes! Delicious sandwiches for everybody! Look at this! Om nom nom! You see that? I get my own. Om nom nom! Nom nom! Nom 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 nom! Yes! Delicious food everywhere. Let me give Roderick a shout out very quick. I got this. Bam! Wait, is that what I think it is? That's a necro sandwich! Yes, delicious necro sandwiches. I don't discriminate. Om nom, om nom. That I can masturbate anytime I want to. What? And, wife looks up skeptical and rips the nut out of his hands and reads it. Says, you idiot. Says you can have a stroke at any moment. What the hell? It's so dumb, but like... Ooh! No, not the ads! We were doing so much in Outer Worlds. Any road? Giga tired, gotta go, bye. Oh, okay, I understand you have to... Oh my god! Nightos! Thank you so much for the gift subs! Look as we send our Shadow Clone Slime to deliver the presents to everybody! All the subs, all the time! Thank you so much, Roderick! I understand if you have a raid and run, just make sure you hydrate, make sure you stretch, and get a little snack, you know, before you go to sleep, because, you know, it's snackums times. Fight the ads! So, the gift subs have gone to Slushy Ghost, Chronically Kiki, Red Wolf, I think this is like your first tier 1 sub. We got Alpha Squishy Snake with 1, and Roderick, he also gets 1. Thank you so much, Nihitos, I appreciate that. We get a Valorant ad. Ooh, that's the first time I see one of those. I haven't seen one of those in forever. Let's make sure that Roderick gets a whole good night's sleep, alright? Wish him luck, everybody. Give him all the EPs. The good night sleepies, you know? We got a sleepy slime that could cuddle up to him. Hold on. Let's give him a couple of sleepy slimes, and he'll be nice and cozy. Oh, yeah. You gotta love the sleepy slimes. Ooh. ただいまより
お前たちに与えられた勇士の資格を剥奪する。He's taken away their warriorship. No longer will you two be warriors. Warriors no more. That means you get no maidens. No maidens! No warriorship. Justice 様、ひどいですよ。俺一人で倒した魔女だけでも数十人。魔女よりクズなものを切れないとでも思うか。魔女は生け捕りにする必要があるが、クズまでそうする必要はない。本当にジャスティス様ですか？とっても素敵です。俺が夢見てた素敵な勇士の姿です。ジャスティス様最高！ずっと会いたかったんです。ララク地域の勇士たちはいつもこの調子か？はい。ただ剣を持ってる不良とでも言いますか。あんなことをしても教皇城から報酬をもらえるなんてずるいです。それは違う。成果がなければ報酬も与えられない。ひとまず暗くなる前に早く村に戻れ。はい、助けてくださりありがとうございました、ジャスティス様。はあ、同じ勇士として恥ずかしい限りだ。あんたがいつも叫んでる勇士の正義ってあんな感じなんだ。さっきから後をつけていたのはお前か。あんな低俗なクズと俺を比べるな。しっかり聞いたよ、ララクの勇士たちが魔女よりクズだって。じゃあ魔女よりああいう勇士たちを取り締まったらどう？言い返せないでしょう。なんで止まるの？早く行ってよ。お前どうして一人で森をうろついていた？それは俺が同行する。ほら行くぞ。この森は一人だと危険だ。ララク村までは一緒に移動した方がいいだろう。いや大丈夫。おう、変な子供だな。送ってくれるって言うからびっくりしちゃった。 Are you blushing? You're blushing! 金髪の勇士、意外と優しいところあるのかも。 Yeah, he's not a bad guy. He just has a lot of issues to work out. それじゃ、エイムハード神殿に行こう。いろいろ巡ってたらすっかり遅くなっちゃった。今すぐすか？アンナにも言わずに？うん、考えが変わったんだ。アンナはミイロとの思い出を整理してるから心配かけたくないの。それにサプライズプレゼントをしたらアンナをびっくりさせられるよね。希望に満ち溢れた想像ばっかりっすね。ハイベリー、エイムハード神殿に行くんだって。The kids all come in like as marching soldiers, like ready to like confront the witch. 冒険なら俺たちも連れて行ってよ。あそこはライオンのせいで通れないんだ。もう聞いたんだ。ね、アンナには秘密にしてくれる？え、なんで？実はアンナへのサプライズプレゼントを計画してるの。サプライズプレゼントだって。いいね。あ、そうだ、ジャスティスは？さっきキャンプでララクの勇士たちを叱りつけてるのを見たよ。そっか、ジャスティスはまだ森から出てないんだね。よし、それじゃ神殿に出発。スイート。The path to Aimhard Temple is northwest of Lilac Forest. There's a lot I'd like to tell Anna, but she might know. I'm here to keep an eye on the Pope, but she'll prefer it if I have happy news to share too. So I should secretly go meet Aimhard first. Alright, we can do this. And hopefully we can get new materials, so we can get new weapons, new gear. New accessories, that would be great!
Look at this. Okay, so I tried fighting these guys at one point, and they killed me. Like, they got rid of me. I was dead. I couldn't fight them. Like, that was the problem. Bye, baby. Oh, no. Hope you enjoyed the video. Please leave a like and subscribe. Come and join the Hero and Slime Army. Always say you're a good slime, and remember to be a hero to yourself as well as to others. Take care, everyone. See you in the next video.